国船寺姿写真鏡の芸者古今三代目、沢村田之助は、幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎役者。屋号は、木の国屋。縄文は、菊。河右衛門は、波に千鳥。拝命に書山。美貌のお山として、人気を博したが、後年には脱走により、獅子を切断して、なお舞台に立ち続けた、悲劇の名優としても知られる。江戸生まれ。父は五代目。 沢村宗十郎、兄は二代目沢村突将。はじめ初代沢村義次郎。宮古ドリックルは白波の吉田松若が好評で、天才子役として四代目市川将、段次に激賞された。安政五年、三代目、沢村田之助を襲名。翌年には十六歳にして、森田座の立尾山となる。諸女伊藤浮名横串、ガツケツサラ恋強い闇などの二代目。 川竹新七の作品に、数多く出演し、悪馬役を得意にする。美貌と、美声実力によって3との人気を博したため、田之助曲げ、田之助襟、田之助下駄など、その名を冠した商品が出回るほどだった。文久2年、紅皿ケツ皿の舞台で、中乗りの演技中に落下、その時の負傷から脱走はずらい、年を減るごとに悪化する。慶応3年、 ジェームス・カーティス・ヘボンの失刀により左足膝上まで切断し、以後アメリカから取り寄せた義足をつけて舞台を務めるものの、病状は一進一退を繰り返す。最終的には膝から下の両足、右の手首から先、左手の小指以外の指をことごとく失い、それでもなおお山として成功を収めた。明治5年正月、京都南座で、 国戦時姿写真鏡の芸者古今を引退の工業としたが、先週楽を3日後に控えて、突然降板。これが事実上最後の舞台となった。以後、芝居茶屋の木の国屋を経営し、維新後は沢村座を会場して、舞台復帰を模索。芝居に対する意欲は修正変わらなかった。しかし、沢村座は工業的には恵まれず、上方への出勤が多くなる。 最後は、病の悪化とともに精神にも変調をきたし、明治11年に33歳で死去した。おしろいの縁毒に侵されたと言われている。要望、儀芸人気ともに、当時のお山としては第一人者であり、その価値気な性格によって、長命さえすれば九代目、市川段十郎や五代目、小野駅久五郎らと並ぶ大建物になっていたであろうと、言われた。脱走によって、 獅子を切断した後も、その艶やかな芸風に変わりはなかったと伝えられる。彼の芸は四代目、沢村玄之助を経て、六代目、河原崎国太郎、九代目、沢村宗十郎に継承された。ありがとうございます。